浅草ライブ配信開始します。雷門前です。風強いですね。今日は提灯が随分揺れてます。ゆら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 揺れてますね。涼しいって涼しいけど、まあ、気温はねそんなにね下がってはいないけど、ムシムシしてるけども、まあ炎天下の時よりはずっといいですね。涼しいです。売り切れか。ほおずき市またやってまいりました。昨日もね来ましたけども、今日もほおずき市みたい。1鉢3000円。ね、あのライトアップするとね、網目がねちょっとこう透けて見えて、仁王様がねお顔はよく見えると思うんですけども、昼間だと光っちゃって、この網目がねなかなか取れないので、この時間がちょうどいいかな。もうちょっと暗くなるとねちょっと遅くなっちゃうから。今日は46000日、最後です。もう賑やかです。あ、そういえばあれですね、ヤスチャンネルさんとヤスさんは違う。あ、高橋さんどうもいらっしゃい。もう毎日来てんのに久々ってさっき言われたからさ、あれと思ったんだ。さあどうぞ、いらっしゃい。ちょすいませんでした。別人なんですね。今日は2日目、最後のほおずき市です。一鉢3000円だったかな。そうです、一鉢3000円になります。昨日来てね、ちょっとあれだ。これ、あ、これはまだ出てこないの。これからか。これはね、お花もあるから実がまだまだこれから出てて、あ、これからなんだ。赤くなる、ね、そっちの方がね、やっぱね、今が暑いんで、お盆さんとかね、桜っていうの、今赤くなってるのこういう感じでね、これ目立つよね。うん、これ赤さ、赤さが結構ね、綺麗に目立ってて、そうそうそう、上もね、まだまだあるんでね、すごいですよね。よかったら、ちょっとぐるっと回って、はい、今待ってますので昨日あのお札もちょっとねいただいてたんですよ。あ、そうなんですね。なんかご利益があるって言ったら、あと今日は何ですか。四万六千日って言うんですか。あ、そうそうそう、四万六千日ってね、4万6000回お参り、日お参りしたと同じっていう。そうです、そうそう、ということは昨日お参りしたから今日お参りしたらその倍になるんですかね。すごいことになる、増える、すごい増える。8時までやっておられるって言ってたからね。もうあともうちょっと、あ、もうちょっとね、あと1時間ぐらい。はい、待ってます。あ、なんかね、雨がねちょっとねポサポサ降ってきてるんですけど、まあ大雨じゃないみたいですね。一応西の空はちょっとどんよりしてますね。明日はね、朝早く行くとね音がするらしいんだけど、まだ聞いたことないんですよ、その咲き始めのポンっていうね、ポンっていう音。あ、たこ焼きです。いやー美味しそうだな、ワカサギな、食ってやりたいな。焼きそば、いやいやいや、焼きそばをねつまみにハイボールっていうのが最高なんですよね。ほおずき市たちいかがですか。すごいです。あ、もうな、残り少ないじゃないですか。そう、でもまだいいのたくさんあるんですよ。どうですか、一つ。ねえ、ちょっと今神社にちょっと、また戻ってきてください、ね、うちに帰ってからお酒飲んで、今日もあの焼きそばが3玉のうち1玉残ってるんでね、それを焼いて、それで、え、こちらでウィナー、おじいちゃん、俺、え、
あ、宅急便がかざされてますね、ここね、もう。ここもね、すごいですよ。屋台が。ほおずきってこう書くの？多年草なんだって、ほおずき。手入れが良ければ何年でも持つっていう。でもこういうあのバラのやつは持たないですね。さっき民放かなんかのカメラが入ってましたね。昨日今日ね、お参りするとこの四万六千日特別大忌なんとかなんとかとしたんですけど、これはね、1回のお参りで4万6千日お参りしたことになるということなんですよ。これを四万六千日で、これは四万六千日ってなんか歴史的に古くて、戦争時でで、ほおずき市はその後に着いたって話を聞いたことありますけどね。ここにはね、観音様おられるんですけど、浅草寺はね。で、観音様っていうのは隣のさっき言った、今祀られている浅草神社に3人の方がおられてね、そのうち2人は漁師なんですけど、兄弟でね。で、その方が今の隅田川、昔は隅田川も東京湾だったらしい、海だったらしいんですけど、その時に、漁をしてたら、その観音様が今度何回も何回もかかってね、でそれを町のその有識者、もう一人の方、3人目の方に確認したら、これは観音様ですからっていうことで、それを、祀ったと。それが浅草寺の始まりと。場所的にはね、僕の配信見てると分かるんですけど、浅草ここじゃないんですよ。もうちょっとね、南の方ですね。雷門からだいたい500メートルぐらいかな。そこの隅田川沿いのところに浅草寺発祥の地っていうのがあってね、そこに祀られたそうです。で、祀ってたらこれができたんですけども、結構それはね、江戸時代前の話ですね。で、その観音様がある時ね、お告げが来た。観音様からのお告げが、3人の方ね、3人の観音様を救い上げてくれた方を祀ってあげないといけないというふうにお告げが来たそうなんですよ。それで今の浅草神社に三社様ということで、お祭りした、まあ、それが浅草神社ですね。で、そうなってます。だから実際に、その親として見たら浅草神社の方が浅草寺の親になるんですね。ただ観音様は浅草神社が生まれたわけじゃなくて、観音様を浅草三社様が拾い上げてお祭りさせたという形なんで、まあ観音様の方が古いというのは古いんですけど、どこから来たのか分からない。で、この今日、昨日今日のそのほおずき市のね、やられてるその四万六千日、これについては、富士、なんか富士、我々はね、富士山の方からもっと大きなね、その勢力に、日本一じゃないですか、富士山で、山の神様っていうことでね、もうそこら辺の観音様がこう降りてこられた、浅草寺にね、いうことらしいんですよ。それなんで、この昨日今日はありがとうございます昨日今日はね、4万6千日分のご利益があるというふうに言われて、以上、ほおずき市の、歴史でしたまあ大体こんなとこかね。はい、ここが今、4万6千日、お参りしておられます、皆様がね。浅草寺本堂ないです。これは中を撮影しちゃいけないんですよね、本堂で。あそこに三角の札立ってるじゃないですか。あれはでかすぎますけど、昨日僕はあれをお札をね、500円出して、買ってきました。厄除けらしいんですけど、本当に避けられるかどうか、まあ、お願いしたい。もう神にもすがりたいような気持ちというね、もう70にもなるドンビロの願いということで、まあ、あともう一つは、いつもね、守っていただいてありがとうございますという、ありがたい、まあお礼の気持ち
いうのも2つ込めてお賽銭をあげさせてもらって、昨日はね、でお札を いただいていきました。あ、始まりましたね。お経が始まりました。聞こえますかね。中にはちょっと入っちゃまずいと思うんで、チーン。じゃあ降りてきます。階段を降りるときは気をつけてください。転んじゃいますからね。はい、来ました。たこ焼きください。たこ焼きはね、たこ焼きも高いんね。前にあそこの鳥越神社じゃなくて、なんだっけ、鳥越神社じゃなくて、鳥越様んとこじゃなくて、鳥越神社もいっぱい屋台出てましたけど、鳥越祭りはね、あその前のね、学問の神様、天神さんね、吉間天神ね、吉間天神の祭りの時のね、屋台はね400円だったな。焼きそば400円で、ここに売っている焼きそば、いっちゃうなんだけどさ、2倍ぐらいありました。2倍ぐらい。それでも儲かるんでしょうね。まあ、ここはちょっと時代が高いんだと思うのね。浅草寺のその行事なんで、かなり高いと思いますね、ここ。なんかぬるったい風がぐわっと来るときありますけど。よく浅草来ますからね。僕もインタビュー受けたこと何回もあるんですよ。こうやって歩いてたら、何してるんですかって、何してるんですか、配信してる。豚玉焼き、うん、いいですよね。これもいう、この豚串、牛タン、鶏はなんかこうタレがいっぱいついて、七味唐辛子、浅草といえば七味。さあ、ちょっと本堂から出てきます。そう、テレビに来ると映ると。でもね、生じゃないんですよね。生、昼間受けた3回ぐらいのインタビューはで、採用にはならなかったんですよ。あの番組でしたよ、3つとも。マツコデラックスの月曜のなんとかでしたっけ。焼きそばそうですよ、500円とか400円ですよ、普通。ここ600円、今600円、ちょっと高いです。300円ぐらいだったら買うと。だからもう最後の頃だったら、まあ持ってけ泥棒っつってね、100円で持ってけとかって、だったら買ってもね、10個はいらないけどさ、5個ぐらい買って500円買ってってさ、うち置いとけばね。そう、ヤスさん、番組用のインタビューする人って何種類かって言っちゃう言い方だけど、ブローカーっていうか、多分放送局じゃないと思うんだよね。そのテレビ民放の人じゃなくて、でそういう人たちがこう、まあ、下請けみたいなの人たちがいて、それを取って上に上げて、で採用になるかなんないかっていう。ここはね、路地でね、いいんですよ。ここは鹿屋もんじゃですね、鹿屋。いやー、ここは風がないな。もう雨は降らないね、きっとね。明日どうなんだろうな、またな。神奈川滝みたいな雨。あ、そう？今？へえ。神奈川っていうと東京から西になるのかな、方向的には。西から天気が来るからね。だいたい大阪の天気が1日遅れだよね、東京。だから大阪どうですかって聞くと、雨って言うと明日雨なんですよ。
で神奈川だと近いから下手するとすぐ雨が来るかもしれないですね。ここや鹿屋離れてもんじゃ屋さんは海鮮もんじゃで美味しそうなんだよな。ロック通りに入ってきました。ロック通りです。ここは浅草ロック通り、まあ、大体ここ毎日のように歩いてますね。はい、浅草園芸ホール来ました。夏だとスマホ回路スマホ回路、なるほど。右側がね、ロック、あ、ロックじゃない、ロック、ロックはロック座向こうだ、奥の方ロック座ね。なんだっけ、ドンキだドンキホーテで、ここがあのロックブロードウェイって言うんですよね。先ほど通ったのは浅草ロック通りで100メートルぐらいね。ここは200メートルぐらいあるかな、2、300メートルあると思いますね。ロックブロードウェイ、浅草の演芸の、ね、で結構映画館とかね、演芸ホールとかそういうところで賑わってるところですね。まあそれ、その人たちよく喋ってらんなと思いますよね。僕はあの歩いててね、歩いててこう周りの風景見ながらっていうことなんで、間時間があったらその場所の紹介とかそういうことしながらやってるんで、まあ潰せるんですけど、一応あのたまにメンシップもやってるんですけども、あのメンシップ1週間に1遍ぐらい10分ぐらい話しますけど、一人でね、今動画だけをねやって、ライブではやってないんですが、メンシップ、メンシップのライブってできるのかな、あのパソコンだったらできるよね。とりあえずあと URL 貼ってその人に渡せばいいんだからね、まあどうね、まあ慣れなんでしょうね。10分20分ぐらいだったらずっと話してありますよね、それ机座って30分過ぎるともう疲れてくるかな歩いてるときは死んでは怖いやね。何がいいんだろうね。僕が前にね、配信した時に、FX ね、やってるんですけど、為替ね。あれの配信はやってましたけど。あれだったら結構まあ持てるし。あと、あの時は収益化してなかったけど、このチャンネルで FX 配信もしやったとすれば、そういうのは賭け事でしょ。あのスポンサーがね、結構ね、単価が高いらしいんですよ。競馬とかね、競馬実況中継とか、そういう賭け事については値段がいいって聞きました。ちょっと電波切れましたかね。つながって、あ、もう少し入ってくればつながりますけど、一応日本最古の地下街入ってきました。今日は焼きそば屋さんも休みですね。このね、新しい焼きそば屋さん。電気ブラウンって書いてあります。あ、切れましたか。今もネットワークちょっと弱くなってますね。普通こう繋がるんですけどね。でここはの左がベトナム料理ですね。こう美味しいんですよ。人気店です、これベトナム。でここがね、月2回ぐらい利用させてもらっている僕は床屋さんですね。800円なんです。前はこれでもね、これ700円だったんですよ。ここ分かります？後ろに7っていうのを消して8って書いてあるでしょ。800円、もうこれ十分で、向かいがね、福ちゃんって焼きそばの美味しいね、福ちゃんです。ここにはね、なんか今 DVD があるんですよ。でこちらもんじゅですね、立ち食いそば屋さん、もんじゅです。くちゃん混んでますよ。ここ来たら涼しくなっちゃった。
よいしょ。でここまでが地下街で、このちょっと一歩先が連絡通路ですね。銀座線と東武浅草線。でここはロッカーなんですけど、面白いのがあるんですよ。こういうのが書いてある。居眠り座りはご遠慮願いますって。ここで寝ちゃう人がいる。こっちにも貼って。アダルトいらないでしょ今。DVD どうすんの。まあできればその USB マイクっていうかね、口元にマイクが持ってこられれば有線でもいいんですけど、はい、そう言ってる間に1時間の資格が終わりました。おすすめ のマウントとかそういうのあったら、おしゃれだったらお教えしますよ。なんかの機会にいろんなの取り替えましたからね自分。いろいろありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。今左側ね、東武線で東武列車が、で電車ですかね、下り電車が今橋を渡ってます。鉄橋をね、トンネルじゃないんですけどね、スカイツリーの駅の方まで行ってますね。高評価の方もよろしくお願いします。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。またねー。